教えて、ディアブロ。皆さん、こんにちは。高市早苗経済安保担当省の放送法解釈について、当時のエース官僚が書いたとされる総務省の行政文書管理ファイルにも、登録されていない超一級の極秘文書をもとに、辞任を迫ったことで時の人となり、さらには、衆院憲法審査会が毎回開催されることについて、自称憲法学者だと言い張り、猿のやることだとして、さらに国民からも、国会議員からもヘイトを向けられるようになった。立憲民主党所属の小西博之参議院議員、少し前には猿発言についての謝罪をツイッターで行い、日本維新の会の馬場伸幸代表へ該当ツイートを印刷したものを送ったことでも問題視されてしまいました。そんな小西博之参議院議員について、国民民主党の党首である玉木雄一郎代表がさらなる苦言を呈していることが話題となっています。今回は玉木雄一郎代表が小西博之参議院議員についてどのようなことを発言したのかについて紹介します。玉木雄一郎代表が小西博之参議院議員についてどのように言及したのかを紹介する前に、日本維新の会と小西博之参議院議員の猿発言についての問題について見ていきたいと思います。2023年4月13日の産経新聞から引用します。日本維新の会の馬場伸幸代表は13日の記者会見で、立憲民主党の小西博之参院議員の猿発言をめぐる立民側の対応について、謝罪の意があるのかないのかよくわからない、党内で処分をしたようだが単なるパフォーマンスかと疑ってしまう、立民との関係は非常に憂慮すべき状況になってきたと述べ、重ねて批判した。馬場氏はこの問題で凍結中の立民との政策協調を再開する条件について、私の言葉を汲み取って向こうからアクションを起こすことだと指摘。立民は統一地方選が終われば凍結は解除されると甘い見方をしているようだが、私は選挙があるから言っているのではないと強調した。小西氏が11日午後6時頃馬場氏の事務所に現れ、すでに不在の馬場氏に代わり対応した秘書に対し、ツイッターに投稿した謝罪の文面をプリントアウトした紙を渡していったことにも言及。社会常識としておかしい、本当に申し訳ないと思っているのかどうか大きな疑問符がつくと語った。小西博之参議院議員については猿発言以外にも報道機関への圧力という問題がほったらかしになっているほか、国会を疑惑だらけの超一級公文書で空転させたことについてもまだまだ追及が必要だと思いますが、猿発言についても国会を軽視した発言として著しく党の品位を貶めた発言でもあると思います。そう思っていないから幹事長注意で済んだのでしょうけど、国民の多くは未だに馬場伸幸代表のように納得ができていない方が多いと思われます。しかも猿発言の謝罪方法がツイッターであり、そのツイートを印刷して謝罪としていたことについては社会人としてありえない対応であると考えます。あまりにも常軌を逸した行為であるために、立憲民主党としてももう少し処分を強めてもいいのではないかと思います。そんな立憲民主党ですが、小西博之参議院議員が謝罪をプリントアウトで行ったことが報道された翌日に、なんと日本維新の会との共闘再開を望むとしています。同年4月14日の産経新聞から引用します。立憲民主党の泉健太代表は14日の記者会見で、同党の小西博之参院議員が衆院憲法審査会の毎週開催を猿に例えた発言の影響で凍結中の日本維新の会との共闘を再開したい意向を示した。法案提出や政策協議は早くできればいいと思っていると述べた。維新の馬場伸幸代表は小西氏の謝罪が不十分だと反発している。泉氏は小西氏は反省している、理解が得られるよう行動することが大事だと語った。反省しているからなんだというのでしょうか、いつも自民党の議員が問題を起こした場合、鬼の首を取ったよう反省していてもまだ足りないなどと議員辞職を迫ったりする癖して、自分たちがいざその立場になれば許してください何でもしますからというような態度ではなく、反省してるから許せというような態度で立ち振る舞っているのは二枚舌以上の舌があるのではないかと疑ってしまいます。もはやヒドラのように首が何個もあって脳が分裂しているのではないでしょうか。そんなことはともかくとして、こうした問題ばかり起こす小西博之参議院議員について、国民民主党の党首である玉木雄一郎代表は、小西博之参議院議員がいる間は立憲民主党は政権を取れないであろうと発言をしています。2023年4月19日の産経新聞から引用します。国民民主党の玉木雄一郎代表は19日のラジオ日本番組で、立憲民主党の小西博之参院議員の猿発言をめぐる同党の対応を批判した。
言論に対しても周囲に対しても非常に侮蔑的な言葉だ。そんなことを言っている政党は政権を取れないし、取るべきではない。多くの有権者もそう思っていると思う、と語った。玉木氏は小西氏の報道機関に対する恫喝的な言動についても、元総務省の役職をちらつかせながら圧力をかけるのは自身が糾弾していた行為そのものだ。そのことに対し、何の謝罪も弁明もないと指摘。こんなことを続けていたら、野党第一党は日本維新の会になる、と語った。次期衆院選での立民との共闘については、難しそうだと否定。維新の方が、憲法、改正の条文検討も含めて一緒にやっているので、政策的には近い、と語った。今回の玉木雄一郎代表の発言については、特に間違っていないとディアブロは思います。立憲民主党が政権を取れない理由として十分でしょう。しかも立憲民主党には小西文書関連だと、さらなるデマで辞任に追い込もうとしていた石垣のりこ参議院議員や、答弁自体が信用できないとして敬意が全く感じられない。質疑ばかりをしていた杉尾秀也参議院議員などが、のさばっている時点で政権は無理だと思います。他には Google Earth をソースに防衛について語っていたり、統一地方選の後半戦において山口よくに出馬している有田芳生氏を応援する際のツイートで、山口県は統一教会の聖地だと発言していた原口和弘衆議院議員もいたり、マスコミ関連だと議事堂の壁に新聞を貼り付けて採点をしていた安住淳国対委員長などがいたりする時点で、評価が上がらないのも納得だと思います。しかも一時期は共産党と手を取り合っていたこともありますし、それだけでも支持できない理由としては十分だと考えます。さらに杉尾秀也参議院議員については、オウム真理教のサリン事件の際の弁護士一家殺人事件の要因ともなった TBS ビデオ問題に関与していたということも話されているために、猿発言以外でも問題が山積みなために、野党第一党から転がり落ちるのもまともな野党が出てきたら必然的に起こることでしょう。あとは事務所卵投げ入れ騒動や関西生コン疑惑の辻元清美参議院議員や多重国籍蓮舫参議院議員など、まさに疑惑のデパートである状態なので、本当に絶望的でしかないと言えるでしょう。一方の国民民主党は、これ以上外国人に日本の土地が買われないための法律案を提出していたり、予算案会議においても立派な活動をされていました。もともとは同じ民主党だったのにもかかわらず、どうしてこのような差が開いてしまったのか、不思議でしかなりません。いかがでしたか？今回は玉木雄一郎代表が小西洋之参議院議員について、小西洋之参議院議員の発言などが続くようであれば、立憲民主党は政権を取れないとする発言をしたことについて紹介しました。国民民主党も完璧ではないとはいえ、立憲民主党や共産党などよりもマシな野党だとディアブロとしては考えているために、今後も同じ路線で立憲民主党に影響されず活動を続けてほしいなと思っています。そしていつかは野党第一党を担えるような実力をつけてほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。